検証場は、鹿児島県姶良市に存在していた、日本の城である、ブルーの城とも呼ばれる、鹿児島県指定史跡。姶良町西持田の高さ約100メートルほどの山上に、周囲約2キロメートルにわたって、城が築かれていた。城のある山は、西側から標高100メートルほどの大地が、姶良町中部に伸びているもので、検証場の所在地のあたりが、東端にあたる。 このことから、城の西側への防御として、空堀を切ってあった。城の北西側、同じ台地の上に1357年に、畑山市によって建てられた、小木本城が、室町時代頃まで存在していた。台地の南側は、九州自動車道が通っており、城は、桜島サービスエリアの直上に位置している。遺跡の発掘調査の結果から、城の位置には、 縄文時代から人が住んでいたことが分かっている。約1万3000年前から居住が始まり、姶良町内で最も古い人の居住痕跡となっている。集落は村と呼べる規模まで拡大していたが、米丸の噴火活動により居住不適となったとされる。京徳年間に島津市第9代島津忠国の弟島津末久が、 平山城の平山市、第九代、平山武豊を打って調査後を領有した。その後、別府川対岸に宇流の城を築いて居城とした。1486年にその長男、島津忠康が帯城に移るまで、この城は豊州島津市の居城であった。帯城への移転後、一旦は廃城となったと考えられている。その後、 岩剣城の戦いの期間などは空城となったままであった。検証城の名前は島津義弘の時代に明の衛戦三冠が中国の検証城に似ているといったことからついている。検証城とも立政城とも読まれている。関ヶ原の戦いに敗れた後、徳川氏に対抗するために一時立政城の防防防備が強化されるという時期もあった。江戸時代には、 鹿児島城に代わり、薩摩藩の本城にする計画があり、島津家久は1615年に幕府に許可を求めたが、実現しなかった。その後、1633年の幕府準検史に対して、大体の薩摩藩の人間が、検証城について、名城ではあるが水に乏しいことが欠点であると指摘している。昭和40年代に、 城郭跡の西側に育成場が建設されたことから、この範囲では、城石が破壊されている。1972年10月には、九州自動車道建設工事に土砂を利用するために、この山の上部を切り崩す計画が持ち上がったが、県文化財保護審議会の市佐と姶良町当局の、決断により計画は中止された。これにより東側では、核や堀の痕跡が残されている。 ありがとうございます。